松山中央商店街大街道商店街大街道商店街は愛媛県松山市の中心市街地にある商店街松山中央商店街の一部一番町通りから千船町通りにかけての全長を483メートルの南北方向の商店街で銀店街とともに松山市を代表する商店街の一つ全二式のアーケードが設置されている 通りは現在では歩行者専用となっているが、1982年までは、両端に、片側アーケードのある商店街であった。北端に一番町通りロープウェイ街、伊予鉄道の市内電車の大街道停留場と接し、近傍に、松山三越、ANA クラウンプラザホテル松山、東急レイホテル、スターバックスが入居している、伊予鉄会館がある。南端は、千船町通りを挟んで、 松山銀天街と接している。業種構成は、ファッション店舗、未開品店舗が多いが、遊戯場、ゲームセンター等も多い。銀天街に比べるとやや間口の広い店舗が多い。かつては、商店街とその脇道に映画館も数館存在したが、現在は一館のみとなっている。また、大英系のスーパーマーケットも商店街の中にあったが、現在は、 業種転換している。なお、商店街の東一帯は北京町と呼ばれる歓楽街である。商店街組合は南北で2つある。戦前の大街道商店街戦前の大街道商店街。ありがとうございます。